僕はもう少しあなたを頼ってもいいかな。この辺りのシャトーの数はわからないけれど、ボドゴーニュ全体ならだいたい4000は超えていると思うよ。シャトーフォロだよ。ありがとう。これで遮光パネルと給水装置がリモートでコントロールできるようになった。助かったよ。待ってて、今紅茶を入れてくるから。おはようございます。こちらはアルバート様のご自宅でお間違いないでしょうか？ええ、僕がアルバートです。私はスレンス競売店の支配人でございます。アルバート様にお荷物をお届けに上がりました。こちらシャトーフォロ1992年産とロマネコンティ1990年産のドライレッド、2006年産シャトーデュケムの寄付ワインでございます。屋内までお運びいたしますので、ご確認の上お受け取りのサインをお願いいたします。構いません、ここで確認します。ここでですか？アルバートは僕のミドルネームだよ。いや、これはもらい物なんだ。
そうだね。確かにワインは好きだよ。あなたはシャトーやワインに興味があるのかい？それに？それならボドゴーニュに着いたらシャトーを回ってみようか。ちょうどシャトーを持っている友人がいるんだ。見学させてもらえるよう今から連絡してみるよ。ビルヘルム、よく来てくれた。久しぶりだね、ラファエロ。ラファエロは長年の友人でね、このシャトーは彼の家族が経営してて、今は彼が代表として管理してるんだ。部屋の手配はすでに済んでいるから、先に部屋で休んでもいいし、シャトーを散策してきてもいいよ。疲れてないかい？僕も平気だよ。ずっと車に乗っていたから、むしろ散歩でもしたい気分だ。よければ、一緒にどうかな？ビルヘルムは何度も来たことがあるから、もう案内はいらないだろ？ええ、それより温室の方に行っても？ああ、頼まれていたものはすでに用意しておいた。このまま直接向かってもいいよ。お嬢さんもどうぞおくつろぎください。大したおもてなしはできませんが、シャトーを楽しんでいただければ光栄です。温室ブドウを育てる場所だよ。それがシャトーフォロの特色なんだ。もともとは初代オーナーの趣味らしいけどね。温室は季節によってエリアが分けられていて、異なるエリアで違う品種のワイン用ブドウが栽培されてるんだ。そのおかげでお客さんはどの季節に訪れてもブドウを通してワインの違いを楽しめるというわけだね。それにシャトーの醸造家も時折温室のブドウを研究のために使ったりするんだ。事前にラファエロにも確認したけど、このシャトーにはちょうどそんな収穫時期を迎えたブドウがあるそうだよ。確かに今は秋じゃないけど、
これでブドウ狩りやワイン醸造も楽しめそうだね。もしワインのテイスティングがしたいなら、僕がやり方を教えてあげるよ。お礼よりも嬉しいの一言が聞きたいかな。ならよかった。さあ、温室に向かおうか。ブドウとバラを一緒に植えるのはもちろんオーナーの趣味でもあるけれど、その裏にはちゃんとした理由があるんだ。ブドウがかかる病気にはバラの方が先に罹患すると言われていてね。だからブドウ園に植えられているバラは、いわゆる病気に気づくためのセンサーのような役割があるんだ。そうだね。ワイン業界ではいいワインの7割はブドウ、3割は醸造という言葉があるほど、ブドウが大事なんだ。ええ、日照、温度、水分に土、それからブドウの樹齢、どれもブドウの品質を左右する大切な要素だよ。簡単に説明すると、日照はブドウの発育や着色、成熟度を左右し、昼夜の温度差は糖分の蓄積に影響するんだ。だから収穫時期に雨が多く降るとブドウの味が薄くなってしまい、ワインの風味も落ちてしまうんだよ。そうだね。ブドウの木は地中深くに根を張るほど、その土壌のミネラルを多く吸収することができるんだ。その分ワインの味もより複雑になるんだよ。ちなみにブドウの木が深くまで根を張れるということは、その土壌が比較的痩せているか、木の樹齢が高いかのどちらかだね。ええ、そうとも言えるね。でも日照、温度、水分、さっき僕が言っていた全ての要素がこの温室では緻密にコントロールされている。土も同じくね。それぞれの品種に適する土、傾斜度、肥沃度、排水性、pH 値、そして土壌の深さ、それら全てが完璧に計算されているんだ。ここで育てられたブドウは品質が安定した最高のブドウだと言えるだろうね。
気になるなら、ここにあるすべての品種のブドウを食べ比べてみるかい？それは少し偏った評価かな。ワイン用ブドウは確かに果肉が少ないけれど、糖度は高いんだ。だから普通のブドウよりも味を濃く感じるんだよ。それはないけれど。でも、今回せっかく来たからには、一株植えてみたいかな。もしよければ、僕と一緒にブドウを植えてみないかい？それじゃあ約束だね。後になって悔やんでも受け付けないよ。これはカベルネ・ソービニオン。世界で最も広く栽培されている品種の一つだ。皮には赤ワインの渋み成分、タンニンが豊富に含まれているから、皮ごと食べてみるといい。口を開けて。お味はどうかな？多くの醸造家やソムリエは似たような意見を持っているようだけど、僕はそうは思わない。確かにブドウの成長には雨風も日光も必要不可欠だ。けれど大自然の代わりに人間がそういった要素を管理してもいいんじゃないかな。雨が必要なら雨を降らせ、日光が必要なら太陽に当てさせる。雨風、日光、そして土といった要素は何一つ変わっていない。変わったのは管理者だけなんだよ。それに科学が発展した今、人間が管理するブドウはより健やかな成長が見込めるだろう。ブドウの成長に適した環境を人為的に整えられるなら、余分な肥料を与える必要もないし、農薬の量も最小限に抑えられる。結果的には人間が干渉した方がブドウはより自然のままで成長できるんじゃないかな。そうとは限らないよ。あくまでいいワインを作るための手段の話だからね。温室だろうと自然環境だろうと、作られたワインが美味しければ僕はどちらでも構わないんだ。まあ、自分で育てるとしたら、
また話は変わるけどね。それより他の品種のブドウも試してみるかい？そうとも言えるね。あそこはシャトーフォロのもう一つの伝統と関わっているんだ。行ってみようか。ここにある木は全てこのシャトーの常連客が植えてシャトーに託したものなんだ。そういえばあなたはシャトーフォロの歴史を知っているかい？ええ、シャトーフォロがブドウ園として開発されたのは16世紀中期。しかし最初にここを管理していたトール家はブドウに対して興味がなかった。そして時は流れ、17世紀中期頃、バロスコの名門ジェームズ・フォロ伯爵がこの土地を買い取ったんだよ。伯爵も彼の妻も大のワイン好きで、このブドウ園には無限の可能性を感じていたようでね。その後は彼らの経営のもと、シャトーフォロの名声は着実に広まり、やがてバロスコでも最高峰のシャトーにまでなったんだ。そうだね。フォロ夫婦はシャトーを買い取った年に、当時の庭園、つまりこの温室で一株のブドウを植えたんだ。そして毎年秋になると、夫婦はその木に実った果実を使って二人の愛の記念として特別なワインを作ったそうだよ。偶然にもシャトーフォロが特級シャトーになった年はちょうど二人の結婚50周年だった。記念すべき金婚式で二人は二人の愛を象徴するワインをゲストたちと共に楽しんだ。それをきっかけにそのワインは名を博すこととなり、その後愛する人と一緒にシャトーフォロでブドウの木を植えることは愛とロマンスの象徴になったんだよ。その木の果実から作られたフォロワインは大事な日に飲む特別なワインになったというわけさ。Thank you.
おや、それはどんな話なのかな。確かに似ているね。どれも大切な日のために用意された特別なお酒だから。そういえば、あなたは醸造を体験してみたいと言っていたね。それならいっそのこと、伝統に習ってみるのはどうだろう。実を言うと、あなたと一緒にブドウの木を植えて、僕たちで育てたブドウでワインを作るのが一番理想的だったけれど、残念ながら僕は時間を巻き戻すことはできないからね。だから百歩譲って、今日は二人でワインを作って、いずれ大事な日が来たらそれを一緒に飲むことにしようか。それは心配ないよ。適切な方法で管理すれば、どの木よりも元気に育つさ。僕が保証する。これは冬に採取したホギだよ。接ぎ木をする前に12時間ほど水につけて水分を吸わせておくんだ。今ならちょうど12時間経った頃かな。この前ラファエロに電話をした時に、事前に材料を用意してもらうよう頼んでおいたんだよ。台木を選んで、ホギと台木を組み合わせるんだ。ええ、あとはきちんと管理すれば問題ないよ。およそ2週間から3週間くらいかな。心配ならここにカメラを設置しようか。それなら毎日ブドウの様子が見られるよ。僕もそう信じているよ。夕食の時間が近いね。そろそろ帰ろうか。ヴィルヘルム、二人水入らずの時間を邪魔したくはないんだが、今晩テイスティングしてもらってもいいかな。構わないよ。ええ、
半月後にバロスコのワイン試飲会が開かれるんだ。シャトーが新しく作ったワインのテイスティングをするようラファエロに頼まれたんだよ。ビルヘルムの舌はそこら辺のソムリエよりずっと厳しいからね。では早速始めようか。ここまでしなくてもいいのに。僕の舌はそんな情報で左右されたりしないよ。私が疑心暗鬼になってしまうんだよ。ビルヘルムの評価がシャトーの名声に左右されやしないかってね。だからすまないが、こちらのルールでお願いしたい。それにお嬢さんにブラインドテイスティングを楽しんでもらうのもまた一興だろ。ブラインドテイスティング試してみるかい？色合いは明るく薄めで柔らかい梅の香りがする。それからアラセイトウとトリュフの香りも少々混ざっている。グルナッシュに少量のシラを混ぜて作ったワインだね。アルコール度数は低くない。それから余韻も複雑だ。1983年産バロスコ南部にあるシャトーホワイトイーグルの根性ワインだね。さすがビルヘルム、正解だ。テイスティングも社交手段の一つだからね。成人した後に学ぶ機会があって、それで興味を持つようになったんだ。時間があるときは試飲会に参加したり、ソムリエたちと意見交換したりもするよ。これはシャトーの新作だね。使っているのはカベルネ・ソービニヨンとメルローかな。口当たりがとてもいい。もうしばらく熟成させたら品質はさらに上がるだろうね。そうだね、このワインなら僕は98点を出そう。たったの98点？このワインにはすでに2人のソムリエが満点を出しているのに。あなたが僕に試飲させたのはもっと厳しい意見を聞きたかったからじゃないのかい？それはそうだけど、本音を言うとこのワインでビルヘルムの初めての満点を取りたかったな。お嬢さんはご存じないかもしれませんが、ビルヘルムは私が今まで出会ってきた中で最もワインに厳しい人物なんですよ。オークションで高価格で落札されたワインでも、ソムリエたちに好評のワインでも、ビルヘルムは
一度も満点を出してくれたことがないんです。ワイン業界には僕のお気に入りの言葉があってね、ワインにおける高得点と満点の違いは一時の気まぐれのみ。芸術や音楽、恋と同じように一時の衝動は必要不可欠だとね。今まで出会ってきたワインにはどうしてか何かが欠けているように感じたんだ。そうか。でもビルヘルムの言うその欠落はワインの味に限らないと思うけどね。相変わらず何の面白みもないワインだね。そうか。長く熟成させたら味も変わると思ったんだが。熟成する価値があるのは品質のいいワインだけだ。平凡なワインを長く放置してもビネガーに変わるだけさ。今日はもう遅いし、部屋まで送ろうか。早めに休んで、明日のワイン作りに備えなくてはね。お嬢様、こんばんは。ビルヘルム様とのブドウを見にいらしたのですか？いいえ、別荘もございません。どうぞご自由にお過ごしください。眠れないということであれば安眠効果のあるハーブティーをご用意いたしましょうか。かしこまりました。少々お待ちください。それからビルヘルム様と植えられたブドウですが、立て札の設置が先ほど終わりましたので、よろしければご覧になってください。適切な方法で管理すれば、どの木よりも元気に育つさ。僕が保証する。
例のワインはあの人から？そうだ、この間お父様は仕事の件でうちの父と話があるとシャトーにいらしたんだ。いらしたからにはあのブドウの木もご覧になるさ。それで昔のことを、ビルヘルムとお母様のことを話していた。私たちの家は先代からの付き合いだろ。私も後輩なのだし、お父様のお願いを断れるわけがないだろう。それで、たまには実家に顔を出しに行けと僕に説教しに来たのか？私も仕方がなかったのさ。それに例の件に関しては私もお父様のご意見に賛同しているし、私だってあの貪欲で馬鹿げた女と関わりたくはない。お父様も同じだよ。彼が唯一愛する息子、認める後継者はあなただけなんだ。そうだろうね。でもあの人は未だ教会の連中に合わせている。ヒョウは体の反転を変えられない。あの人は昔から何も変わっていない。優柔不断で曖昧な対応しか取れないんだ。教会の勢力が未だ強い今、お父様もいろいろとご懸念をお持ちなんだろう。変革にリスクや犠牲はつきものだ。それに当初から警戒して早めに手を打っていれば、今さら教会に牽制されたりしないさ。スウォルト王国を出た後、あなたはステラ市に移住して、しかも名字を森月に変えたとお父様から伺ったけど。それが母と何か関係があると彼はそう考えているのか？ビルヘルムは情に流されることはないと思うけれど、お父様もそれなりのこだわりをお持ちなんだよ。それと今日お嬢さんと一緒にブドウを植えたことについては、お父様にどうご説明すればいい？ビルヘルムがここに来たと知れば、お父様もきっとまたいらっしゃる。その時。ハーブティー？こんなものを用意させた覚えはないけど。いえ、こちらはお嬢様のためにご用意したもので。お嬢様？わざと聞いていたわけじゃないなら謝る必要はないよ。それより立ったままで疲れてないかい？ラベンダーティー、もしかして眠れなくて温室に？飲むには少し熱すぎるようだね。冷めるまでの間、暇つぶしにちょっとした昔話でもどうかな？
28年前、スウォルト王国の。違うんだ。以前からあなたにはこの話を聞いてほしかったんだ。ただずっと機会がなくて、少しばかり長くなるからあなたの貴重な時間を割いてもらうことになってしまうけれど、それでも聞いてくれるかな。28年前、スウォルト王国には一人の貴族がいた。彼はバロスコで旅をしていた時に、ある異国の女性と出会い、彼女に一目惚れをしたんだ。女性も貴族のことを愛し、二人は交際して間もなく結婚することにした。そして結婚式の準備をしている最中、二人は愛の結晶が宿っていることに気がついた。その後、金色の瞳を持つ男児が生まれ、その子の瞳の色から夫婦は彼をアルバートと名付けた。高貴な光という意味でね。その時の貴族は自分が世界で一番幸せな人間だと思っていた。そして彼は愛する彼女を連れてシャトーフォロに訪れ、二人は永久の愛を象徴するブドウの木を植えたんだ。しかし、幸せな日々はそう長く続かなかった。ある日、貴族はスウォルト教会から一通の知らせを受けたんだ。二人の婚姻を教会に認めてほしければ、婚約者の女性は洗礼を受ける必要があり、スウォルト王国の宗教を信仰しなければならない、とね。けれど、その女性の生まれは東のある国の名門でね。高い教養と誇りを持つ彼女は、決して教会の言いなりにはならなかった。すると教会は激怒し、もし貴族が教会の命に背いて異教徒と婚姻を結ぶのなら、その結婚は無効とみなす。そう宣言したんだよ。教会に認められない婚姻は必ず貴族の弱みとなり、そこを貴族の政敵たちにつけ込まれることで、彼の地位は揺るがされることになる。貴族は愛も地位も捨てたくなかった。それゆえ彼は優柔不断になってしまい、やがて教会との闘争で惨めに敗北してしまった。婚約者だった女性も彼の弱腰に愛想を尽かし、スウォルトを離れ貴族との縁を切ったんだ。愛する人が自分を捨てたことに耐えきれず、貴族は酒で自分自身を麻痺させ、混沌とした時間を過ごすようになった。そんな状況が改善されたのは、数年後に彼が心理セラピーを受けた時からだった。廃人だった父親が奇跡的に立ち直れたことから、彼の息子は心理学に興味を持つようになってね。けれど、心理学はスウォルト教会に神学とみなされていて、大学が心理学学科を設置することにさえ反対していたんだ。スウォルト王国の貴族やその後継者が心理学を勉強することも、もちろん教会によって禁じられていた。教会のしきたりを前に貴族は再び抗おうとしたが、やはり彼は弱腰な態度しか取れず、行動にも迫力が欠けていてね。彼の息子は、はじめから貴族としての肩書きには興味がなかったから、それを機にスウォルトを離れることにしたんだ。冷めすぎないうちにどうぞ。
すまないね。寝る前に聞かせるような話じゃなかった。ただ、今のうちにはっきり説明しておかないと、あなたが気になって逆に眠れないと思って。もう夜も遅い。お茶を飲んだら部屋まで送るよ。今日のことはもう忘れて、ゆっくりと休んで。僕に聞きたいことがあるなら、また明日答えてあげるから。それと、故郷を離れたことは、その貴族の息子にとって、美しい出会いの始まりだったんだ。彼は今、とても幸せにしているよ。構わないよ。何かしたいことはあるかい？何にでも付き合おう。明日はワインを作る予定だったね。シャトーには温室ブドウで作られたワインがたくさんある。いくつか一緒に飲んでみて、味を参考にしようか。これらのワインには温室ブドウが使われているんだ。味はどれも美味しいと思うけど、飲んでみて。あなたが好きなものを選ぶといい。シャトーフォロには僕が物心つく前から来ていたよ。僕がスワルトを離れる前まではほぼ毎年ね。それでラファエロとも親しくなったんだ。それが聞きたいんじゃないかと思ってね。あれこれと悩んでいたらワインの味もわからなくなってしまう。だから僕のことが知りたいなら、好きなだけ聞いてくれていいよ。なら、ゲームでもしようか。ワインを一杯飲んだら、相手に一つ質問ができる。質問する人は、素直に自分の疑問を話さなければならないし、答える方も嘘をついてはいけない。ルール違反は、罰としてワインを3杯飲む。まず僕が先に質問するね。
ずっと不安そうな顔をしているけれど、まだ自分を責めているのかな。僕とラファエロの会話を聞いてしまったことで、僕が昔のことを話さなくてはいけなくなったと。それだけじゃないかな。あなたは後悔しているかもしれない。ワインに興味を示したことも、僕と一緒にシャトーでブドウを植えたことも。何せ昔お酒に溺れていた僕の父もここでブドウを植えていたのだから。どうやら図星のようだね。僕の父はアルコールに依存していた。普通に考えれば、僕は酒を嫌うか父のようになるかのどちらかだ。けれど僕はワインのテイスティングを趣味にした。なぜだと思う？そこまでは考えていなかったよ。お酒はただの媒介で、社交場でもよく使われるアイテムだ。僕は人付き合いには興味がないけれど、それをスキルとして身につける必要はあると思っていてね。僕がお酒を飲み始めた頃、父に厳しく注意されたことがある。でも僕がむやみにお酒を飲んでいるわけではないと分かったら、彼はいろんなところから名酒を集めて僕に送ってきたんだ。この前ステラ市で受け取ったワインも彼からの贈り物だよ。そういう意味では彼は僕を愛しているんだろうね。僕にとってお酒に関する記憶が全て美しいというわけじゃない。それでも僕は自らお酒に関わろうとした。お酒だけじゃない。今まで僕がしてきたことは全て自分自身の意思なんだ。だからあなたが責任を感じる必要はないし、僕の過去を知ったことも、僕とここへ来たことも後悔しないでほしい。そしてもう一つ、僕と一緒にブドウを植えたことを間違いだと思わないでほしいんだ。なぜならそれは僕が心の底からあなたと一緒にしたいと望んだ。とても大切なことだから。正直に言うとね、僕も怖いんだ。あなたに嫌われることが怖い。僕の家は正真正銘上辺だけの貴族なんだ。蓋を開けてみれば中身は見るに耐えないほど無様でね。だからといって僕は臆病になるつもりはなかった。たとえ似た経験をしているとしても、僕は僕の親とは違う存在だ。あなたと一緒にブドウを植えたことは僕自身の意思で、彼らとは何の関係もないんだよ。でも温室であなたを見た時、僕は一瞬おじけづいてしまった。僕が何とも思わなくても、あなたはどうだろう。あなたがそれを間違いだったと思っていたら。
ありがとう。少し気が楽になったよ。ではあなたは、僕たちの物語があなたの望む通りの結末へたどり着くことができると、そう信じてくれるかい？それで、まだ僕に聞きたいことはあるかな？本当に？それでは、僕がどうしてあの話をあなたにしたのか、気にはならないのかい？ステラ市で長く暮らしていたら、ある風習を知ったんだ。男女二人の関係がある程度親密になったら、今後のためにお互いに自分の家族を紹介する。だから僕もそれなりに備えておきたいと思って。分かったよ。僕は寝ていたのか。少しだけ頭痛がするね。すまないけど、お茶をもらえるかな。温度を見てみてくれるかな。とても暑そうだけれど。僕はあなたを緊張させるようなことをしたのかい？
もう少し近くに来てくれるかな。ありがとう。随分と楽になったよ。あなたは僕が心配で一緒にいてくれようとしたんだよね。眠れないというのは口実で、僕が昔のことを思い出して一人で悲しまないようここにいてくれた。ありがとう。とても嬉しいよ。僕は昔のことで辛くなったりはしないけれど、嬉しいというのは本当だ。知ってるかな？飴の甘さを知った子供は失うことに弱い。だから僕はもう少しあなたを頼ってもいいかな。それとも物分かりのいい子供は可愛がってはもらえない？本当に僕をこのまま置いていくつもり？ここに、僕のそばにいて。おはよう。そろそろ目が覚める頃だと思って朝食を持ってきたよ。夕べはあなたが眠ってしまったから僕が寝室まで運んだんだ。目が覚めたのなら支度をしておいで。一緒に朝食を食べよう。そういえば、昨夜はワインの味をちゃんと確認できていなかったね。改めて、あなたの好みのワインを探してみるかい？昨夜選んだワインはどれも悪くなかったよ。混ぜて飲んだらさらに美味しく感じたくらいだ。ブドウを混ぜて醸造するとまた違う味になってしまうかもしれないね。その可能性もなくはないかな。
それもそうだね。でも僕はあなたのために満点のワインを作りたいんだ。僕たちのブドウを元気に育ててみせると、そう言ったよね。ワインも一緒だよ。だから僕は、僕の気持ち？小耳に挟んだんだが、昨夜ヴィルヘルム様はお酒に飲まれてしまったそうで、お嬢さんがわざわざ酔いざましのお茶をもらいに来たんだとか。二日酔いのはずの人が、今日は随分と早いお目覚めだね。本当はそこまで手間をかける必要もなかったんじゃないか。自分のことを話すために彼女を私のところまで連れてきたんだろ。温室でばったり出くわしたのは想定外だったけれど。問題を解決するのは簡単さ。でも一方的に彼女にそんな話をしてしまったら、彼女はきっと眠れなくなってしまう。それはどうにかしなければならなかったから。本当、彼女のことを気にかけているんだね。これでわざわざあなたが私のシャトーまで来た理由が分かったよ。
何でもないよ。ただ僕は少し考えすぎだったのかもしれないと思ってね。僕は上辺にこだわりすぎていたようだ。どれだけ立派に育った木も、どれだけ美味しいワインも、そばにその人がいなければ何の意味もない。あなたの言う通り、大事なのはそばにいる人の方だね。その時はレモネードでも入れてみようか。まだ試したことはないけれど、あなたと一緒ならそれもいいかもね。確かに普通は入れないだろうけど、意外と味はいいかもしれないよ。邪魔をしてすまない。けどどうしてもヴィルヘルムがどんなワインを作ろうとしているのか、それが気になってね。もちろん満点のワインを作るつもりだよ。さっき味を見てみたけど、今のところなかなかいいね。本当に？ロゼワインをベースにするつもりなのかい？これって昨夜テイスティングしてもらったワインじゃないか。それにしても色味が少し変だな。少し割ってみたんだ。ちゃんと美味しくなったよ。割った？そう、レモネードで。レモネード？フォロワインにレモネードか。斜め上を行く発想だね。まあヴィルヘルムがそれを満点だというのなら、それはそれでいいのかもしれないね。やあ、僕だ。すまないね。電話に気づかなかったんだ。何か用事でもあったかい？メガネ。本屋が混んでて落としちゃったんだ。予備もなくてね。確かによく見えない。だからタクシーを呼ぼうかと。予定通りとはいかないね。でも本来ならあなたを誘おうとしてたから。来てくれるのかい？本当に？ありがとう。別に大した用じゃないんだけど、ただ庭に果物を植えたくてね。あなたの意見を聞かせてくれる？なるほど、その果物ね。植えてみようか。僕が好きな果物？特に好き嫌いはないけど、強いて言うならブドウかな。そうだ、僕の家に来て一緒に植える？あなたと一緒に何かをしたいんだ。それに、その子を見に来てくれるたびに、あなたに会えるからね。それと、花が咲いた頃には、お酒でも飲みながら、
お祝いしよう。その表情、あなたも期待してくれたのかな。わかった、現在地を送るよ。慌てずにゆっくりおいでね。